たいと思います。それでは代表お願いします。まあ、とりあえず今回の大会なんですけど、まあ、だいぶ急ピッチで企画書を作ってから3ヶ月でここまで持ってきたので、だいぶボロボロなところが多々あるので、まず安全第一で熱中症、あとは怪我等ですね、ないように、まあ、無事に終わって楽しめたらいいなと思うの で、まあ、こっちもできる限り皆さんに楽しんでもらえるように頑張りますので、今日一日よろしくお願いします。よろしいですか。じゃあそれでは、この大会をやろうとした経緯ですけど、自分は今26で、専門学校に行ってます。まあ一回社会人やってから学校にまた行ったんですけど、学校の授業の方でバスケットの人口がスポーツの人口の中で一番人数が多いというのを聞いたんで、でも僕はバスケは特にやってきてなかったんですけど、でもなんかその割なんかバスケの人気ってあんまりないなというのを思って、その理由で今一番多かったのは日本のプロが弱いからだとか、あとはやる気兼ねなくやれる場所がないとか、あとはルールが難しいとか、で男子と女子が必ず分かれて試合をしなきゃいけないとか、そういったのがあったので、気兼ねなくできる大会を作って、で男女混合 でルールも簡単にして、そういった大会を作りたいなと思って、で一番はやっぱりもう何回も続けていって、でまあそうですね、20年後本当に今の J リーグとかあれぐらいの人気になるように、そうなるように自分が動き続けたらある程度影響を与えられるんじゃないのかなと思って、でそれでまずは大会をやってみようと思って、そこで始めました。一番最初本当一人で始めて、企画書もゼロから、作り方もよく分かんなくて、そこから始めたんで、すごいやり方も分かんないし、で手伝ってくれる人もいなかったんで、自分がバスケを経験してないんで、バスケの知り合いもいないので、じゃあどうしようと思ってネットで調べて、ネットで出てきたチームをもう一番上から順番に一個一個全部回って、で多分100チームぐらいですかねは会いに行きましたね。この3ヶ月間で僕の原付の走行距離が1万5000キロを超えたっていうのが一番の苦労だったと思います。認知されている度合いがあまりに低いんで、やっぱりその障害者スポーツっていうのをもっとみんなに知ってもらいたいっていうのもありますし、パラリンピックもオリンピック並みにもう国上げて盛り上がれるっていう感じになっていけたらいいと思ってますだから2回目3回目ってやりたいんで、
それに向けて改善できる点とか反省する点とかはいっぱいあるんで、それをまた企画書なりに盛り込んで、参加チームも集まってくれて、ボランティアのスタッフも集まってくれて、はい、すごいよかった。一般の方と障害者含めて、いかにスポーツを通じてですね、これからの日本の社会はどうあるべきかというところにおいてはですね、これからの地域はスポーツを通じてみんなが仲良く生活できる基盤作り、本日の大会のようにですね、障害者も交えていただいてというような、こういう新しい若者の発想をですね、なんとか支持して、よろしくお願いします。